緊急事態宣言延長で韓国経済崩壊へ。韓国人入国禁止も延長。韓国芸能界と韓国観光業と韓国政府がパニック状態。コロナ禍の第一ステージを共にクリアしつつある日本と韓国だが、いよいよコロナ禍の第二ステージに突入することになりそうだ。日本版ロックダウンの緊急事態宣言を1ヶ月延長する方針を固めたが、これにより日本からの旅行者に期待している観光業と日本での出稼ぎを繰り返していた韓国芸能界に致命傷を与えることが可能になる。第2ステージは体力勝負、脱落すれば経済崩壊が待っているというわけだ。政府、緊急事態宣言を全国で1ヶ月程度延長へ、再延長も視野に。4/30/9時33分配信、アベマタイムズ。政府は来月6日までの緊急事態宣言について、対象地域は全国としたままで1ヶ月程度延長する方針を固めた。安倍総理大臣は今日、夕方政府の諮問委員会の尾身会長と会談し、具体的な検討に着手する。政府高官によると延長の幅は1ヶ月程度で、再延長もあり得るとしている。引き続き全国を対象地域とするが、都道府県ごとに感染状況が異なることから、休業要請などの対応は分ける見通しだ。また宣言の延長にあたって、濃厚接触の定義を見直し、生活する上での具体的な留意点を示すことを検討している。政府は明日専門家会議を開催して、感染拡大や医療現場の状況などを分析し、来月4日にも最終判断する。安倍首相、韓国は重要な国、コロナ対応で協力したい。4/30/8時49分配信中央、日報日本語版。安倍晋三首相が29日、新型コロナウイルス感染症への対応に関連し、韓国と情報、経験の共有をしたいと明らかにした。安倍首相はこの日、参議院予算委員会で、韓国系の白新君、立憲民主党議員が、新型コロナへの対応をめぐる韓国との関係を尋ねると、このように答えた。続いて、中国武漢で多くの感染者が発生した後、爆発的に拡大し、その後、韓国のテグを中心に多くの感染者が出たとし、韓国と情報、経験を共有するのは日本の対応にも有利と述べた。安倍首相は、緊急事態宣言が5月6日に終了するのか、という質問に対しては、依然として厳しい状況が続いているとし、専門家の意見を聞くという立場を明らかにした。日本政府は、来月1日に開催される。専門家会議で出る意見と新型コロナ状況を確認した後、緊急事態延長関連の最終決定をするとしている。一部のメディアは、日本政府が来月6日を期限とする新型コロナ関連の緊急事態宣言を延長する方針を固めたと報じた。これに先立ち、安倍首相は今月7日、東京都など7都府県を対象に緊急事態を宣言した後、16日には緊急事態宣言を全国に拡大した。韓国外交部、日本の入国制限5月末まで延長に遺憾、持続的に解除要求。4/27/20時1分配信中央、日報日本語版。日本が新型コロナウイルスの国内流入抑制対策として入国規制強化措置を5月末まで延長すると、発表したことに対し韓国外交部は即刻遺憾の意を伝えた。外交部関係者は27日、中央日報に最近新型コロナウイルスに対する防疫成果が明確に現れている韓国に対し日本政府が入国拒否と査証制限措置を持続することにしたことは遺憾。新型コロナウイルス遮断に向けた域内協力とは別個に日本に入国制限措置の早急な解除を促していくだろうと明らかにした。ビッグヒット防弾少年団ワールドツアーを暫定中止。4/29/10時10分配信中央、日報日本語版。グループ防弾少年団がコンサートマップオブザソウルツアーを暫定中止する。ビッグ
ヒットエンターテインメント以下ビッグヒットは28日午後、コミュニティプラットフォームウェバースに防弾少年団のマップオブザソウルツアーに関するお知らせを掲載した。ビッグヒットは防弾少年団のワールドツアーコンサートマップオブザソウルツアーの日程を全面再調整することにしたと明らかにした。本ツアーは全世界のスタッフの参加で実現し、世界の物流システムの稼働が後押しされる必要がある。韓国を含んで様々な状況が多少改善された一部の国、地域、都市があるが、これを根拠に直ちにツアーを始めることは簡単ではない、と説明した。防弾少年団は、当初4月11日と12日、18日と19日のソウル公演を皮切りに、日本や米国、カナダ、英国、ドイツ、スペインなどで、マップオブザソウルのワールドツアーを開催する計画だった。コロナ封鎖で、経済知名度、韓国、脆弱度 OECD 14位、日本より順位高い理由は、1、4、30木曜日10時42分配信中央、日報日本語版。全世界が、新型コロナウイルス感染症、新型肺炎によって、部分的あるいは全面的封鎖を経験している中で、韓国のコロナ封鎖に伴う経済脆弱度は、経済協力開発機構 OECD 加盟国33カ国のうち14位であることが分かった。英国週刊誌エコノミストは、今月24日号で OECD 33カ国を対象に、封鎖に伴う経済的打撃が大きい、コロナ脆弱国ランキングを発表した。中央日報がエコノミストの全資料を入手して分析した結果、韓国は OECD 33カ国中14位だった。韓国の在宅勤務が不可能な仕事の比率は 69%、小売、観光業の比率は 14% だった。観光業などのサービス業よりは、電気、電子、IT、製造業中心の産業構造を持っていることが、コロナ時局では思いがけない強みとして作用した事例だ。韓国の順位は、中間程度で、ギリシャ・トルコ、2位や、スペイン・イタリア・ハンガリー、6位、ポーランド、7位などよりは、状況が良い方だったが、日本、23位や英国、31位よりは、脆弱なことが分かった。ただし、日本、英国などはコロナ関連財政を増やしたおかげで相対的に脆弱さがそれほど顕著に現れなかった可能性もある。日本政府相手の慰安婦被害者訴訟韓国地裁で初弁論被害者12人、日本政府を相手取り1人当たり1億ウォンの損害賠償請求。韓国のソウル中央地裁で24日、旧日本軍の韓国人慰安婦被害者12人が日本政府に損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が開かれた。同地裁は日本側が主張する主権免除を適用すべきではないとする原告側の代理人に対し、その論拠に関する資料を保管するよう求めた。また、同訴訟が損害賠償訴訟であるため、各原告がいつ、どこで、どのような経緯で慰安婦として動員されたのかや、慰安婦としての生活を強いられた期間などに関する資料が必要だとした。主権免除とは、ある国の裁判所が他国を訴訟の当事者として裁判を行うことはできないとする国際法上の原則。被害者12人は2013年8月、日本政府を相手取り1人当たり1億ウォン、現在のレートで約870万円の損害賠償を求める民事調停を同地裁に申し立てたが、日本政府は民事または商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約、送達条約第13条を根拠に2年以上にわたり裁判所からの関連書類を返送するなどして応じなかった。結局、調停は不成立となり、同地裁は16年1月に訴訟移行のための手続きを取った。米 FDA、韓国製検査キットを承認せず、50万個も輸入したメリーランド州がパニック状態。米国もやっと韓国のおかしさに気づいたか。FDA が
韓国の検査キットを承認しないまま放置してるそうだ。単に時間がかかっているのか、それとも承認しないことにしたのかは明らかではない。FDA の承認がなくても使うことはできるそうだが、責任を取りたくないためか、メリーランド州知事は、使用に二の足を踏んでいるという。米メリーランド州知事が輸入した韓国製コロナ診断キット、FDA 承認受けられず。韓国系女性と結婚して、韓国の婿と呼ばれている、メリーランド州のレリー・ホーガン州知事が直接空輸した、韓国企業、ラボジノミクス、レイブジェナミクスの新型コロナウイルス感染症、新型肺炎診断キットが、米国食品医薬局、FDA の緊急使用承認、EUA を受けられなかったことが確認された。これに伴い、50万件分の診断キットが、移送されて10日が過ぎたが、現場での使用が不透明な状態だ。韓国外交部、FDA の承認受けられなかったのは事実。29日、外交部関係者は、中央日報の電話インタビューに、ラボジノミクスの新型コロナ診断キットがまだ FDA の緊急使用承認を受けられなかったのは事実としながら、だが、新型コロナ事態によって、連邦政府が、FDA の承認がなくても、州政府次元で診断キットを売れるように規制を緩和した状態で販売は可能だと話した。実際、ドナルド・トランプ政府は、新型コロナ事態発生後、診断能力の困難を経験した後、州政府次元で FDA の承認なしでも診断キットを購入して、使えるように強化した。これに先立ち、ホーガン州知事は、李秀閣、イ・スヒョク駐米韓国大使との電話会談を通じて、韓国側に診断キットを買えるように取り持ってほしいと要請した。今月18日、大韓航空機を通じて、ボルチモア・ワシントン国際空港に診断キットが移送されて2日後の20日、ホーガン州知事は、我々は該当企業と共にテストを終えたと明らかにしたことがある。しかし FDA は、ラボジノミクスの診断キット緊急使用承認検討について尋ねる現地メディアにこの日もまだ検討していないと答えた。自宅でできるコロナ検査キット米国食品医薬品局が初承認。特別機構イコールイジジャーナリスト。4月21日 FDA 米国食品医薬品局は自宅にいながらコロナウイルスの検査ができる検査キットを初めて承認した。ラブコープ COVID-19RT-PCR テストと呼ばれる検査キットがそれで、製造元は医療機器開発、生産の大手、ラブコープラボラトリーという企業である。新型コロナウイルスの爆発的な感染拡大が生じてから、現在 FDA に対しては、世界中から何百種類もの検査キットの承認申請が寄せられてきているが、患者、被験者が自宅にいながら簡単に検査結果が得られる検査キットの承認は初めてだ。FDA の担当官は次のように申請から承認までの経緯を語っている。米メリーランド州知事が輸入した韓国製コロナ診断キット FDA 承認受けられず。米国の州政府承認なしで販売するか苦心。今月24日、メリーランド州のある療養病院団体は、新型コロナの診断に困難を訴えて、韓国から空輸した診断キットを配布してほしいと、要請する書簡を、ホーガン知事に送ったことがある。だが、該当診断キットが、FDA の緊急使用承認なく、メリーランド州内で実際に使用されているかどうかは、確認されないでいる。メリーランド州ボルティモアの地域放送局はブル、TV も28日、州政府に韓国製診断キットを FDA の承認なく配布する計画や配布したことがあるかについて尋ねたが返事がなかったと伝えた。これに関連して州知事が FDA の承認なく自己判断で診断キットを使って一万一生じかねない政治的負担と医学的責任問題により簡単に使用決定を下せずにいるのではないかとの分析が出ている。